はい、プレボールどうも野球人です。阪神才木浩と復活へ最速150キロ超えで支配下へ前進ということでございまして、今現在ですね、阪神の育成選手の才木選手ですね、トミージョン手術を行っておりましてリハビリ中でございますが、かなりねもう良くなってきているということでございますので、今回はそちらを取り上げていきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、阪神才木がトミージョンから復帰で好投、右肘の手術から復帰を目指すですね、阪神育成の才木浩人投手がシート打撃で力強い直球を投げ込んだ。打者6人で1安打1四球1奪三振、最高数楽しかった、バッター相手に投げられたのは一番収穫と声を弾ませた。シート打撃前には鳴尾浜球場で矢野監督とキャッチボール、4球を受け止め感触を確かめた。疾患はまっすぐもあるし、トラックマンの回転数も高いし、常に150キロぐらい出ていると球威を評価、来春キャンプでのですね、1軍切符をつかむため必死のアピールが続くということでございます。はい、ということで、才木選手ですね、トミージョン手術をしておりましたが、順調にね、まあ徐々に復帰に近づいてきているということでございます。今回初めてのですね、シート打撃ということでございまして、実戦形式の、まあピッチングですねをしたんですけれども、まあ上々ということでございました。ではそんな才木選手ですね、どういう選手かというところをしっかりおさらいしていきましょう。はい、では見ていきましょう。才木浩人選手、プロ5年目の選手です。出身地は兵庫県。1998年11月7日生まれ、23歳、189センチ、88キロポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2016年ドラフト3位指名ですね、年俸が980万円、マックスが152キロ、球種はスライダーカーブフォークの本格派右腕でございます。才木選手、ルーキーヤーから2軍で実績を積み1軍デビューを果たします。2年目は先発として出番を増やし、5月の巨人戦でプロ初勝利をマーク。終盤はチーム事情でリリーフにも回りましたが、最終的に6勝を挙げることができました。しかし翌年の2019年には怪我で3試合のみの登板に、2020年には1試合も投げなかったということでございます。はい、才木選手ですね、2年目にブレイクということで、比較的に早い段階で出てきた選手なんですが、で、まあ、ちょっとね、怪我に泣かされることも多かったのかなと。そして昨年オフにですね、トミー・ジョン手術を決断いたします。それと同時に育成契約ということで、まあこの流れはですね、まあ割と球界の中ではポピュラーになってきているのかなっていうふうには思いますので、仕方ないところではあるんですけれども、今季は育成契約で臨んだシーズンでございました。はい、では成績というところもね、しっかりと通算確認していきましょう。はい、では成績見ていきましょう。通算で見るとですね、27試合8勝11敗2ホールド、100.0 イニング、102奪三振、46四球、103被安打、防御率 4.50、 ウィップ 1.49、 奪三振率 9.18、 四球率 4.14 という成績でございました。はい、というわけで、まあ、27試合登板、100イニングですね、8勝11敗というところなんで、まあ、通算で見るとですね、まあ、そこまでかっていうところなんですけれども、2018年ですね、1軍成績、これ2年目の数字なんですけど、22試合で6勝10敗1ホールド、 82.0 イニング、85奪三振、38球、被安打81、防御率 4.61、 ウィップ 1.45、 奪三振率 9.33、 四球率 4.17 という成績なんですね。やはりですね、高卒2年目でここまで成績を残せるというところはですね、限られた選手になってくるのかなというふうに思います。今季ですね、奥川選手や佐々木朗希選手、宮城選手が台頭しているんですけれども、まあ、そのクラスに、ね、なる可能性は、十分あった選手なのかなというふうに思います。間違いなくプロスペクトの投手というふうに言えるでしょう。はい、そんな才木選手ですね、まあ、今回無事、トミー・ジョンのリハビリを終えたということになります。で、150キロ超えの球速っていうのをバンバン出していたというふうにね、先ほども見た通り聞いてますし、で、回転数も良かったっていうことなんですが、その回転数に至ってはですね、なんと2600回転を計測したということなんですよね。だいたい回転数っていうのはプロでも平均2200というふうに言われてますので、それを大幅に超えてくる2600回転っていうのはかなり驚異的な数字かなっていうふうには思います。よくね、トミー・ジョン、を終わった後にですね、球速が上がってなんか聞きますけど、まあそれはトミージョンがねしたことが理由というよりも、しっかりと、まあトミージョン期間のリハビリのね、まあウェイトであったり、まあ肘の不安が消えたというところがね大きかったかなっていうふうには思いますので、まあ何もねこのリハビリ期間は無駄じゃなかったっていうこともね一つあるのかなというふうに思います。ではそのリハビリ期間ですね、どういう経緯だったかというところもね見ていきましょう。
はい、では佐伯選手のトミー・ジョン後というところで確認していきます。2020年ですね、11月トミー・ジョン手術を受け育成契約になりました。なのでちょうど1年くらい前のね、ことでございます。トミー・ジョンを受けたと。で、そこから4ヶ月くらいして2021年3月キャッチボールを再開いたしました。特に記事とかにはなっていなかったんですけれども、このくらいにねキャッチボールをしていたという目撃がありました。そして7月ですね、ブルペン投球解禁と、これは記事になっておりましたね。しっかりと何回かね、しっかりとブルペンに入っているということが報じられておりました。はい、で、2021年11月ですね、フリー打撃を解禁いたします。で、これはですね、佐藤輝明選手から4連続空振りを奪っておりましたので、まあそういうこともあってね、しっかり順調に来ていると話題となっておりました。はい、で今回ですね、同じく2021年11月シート打撃解禁、150キロ超え&2600回転ということでございまして、まあ本当にね、ステップを踏んで、完全復活にというところでございます。かなりね、順調な様子かなというふうには思いますので、まあここはひとまず安心かなと。ただですね、ちょっとペースが早すぎるんじゃないかなっていうふうにも思うんですね。大体トミー・ジョン手術っていうのは、平均してですね、18ヶ月が復帰期間というふうに言われております。トミー・ジョン受けたのが佐々木選手11月なんで、今11月ですよね。ちょうど1年ぐらいって、やはりですね、ペース早いですね。人によってね、回復度合いっていうのは違うかなっていうふうには思うんですけれども、もう少しですね、焦らずじっくり、調整していってもいいのかなというふうに思います。まあただね、本人だけではなくですね、しっかりとトレーナーの方やドクター、さらにはチームの方針としてね、プログラムっていうのは組んでおりますので、過剰な心配はいらないのかなというふうにも思うんですけれども、キャンプに間に合わすのも大事なんですけれども、まあより良いね、環境でしっかりと元通りに戻っていただくのが一番かなというふうには感じました。はい、では以上です。最後ですね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。佐伯宏斗マジで楽しみだわね。SRS みたいにトミー・ジョン手術からの大学生期待しているということですね。そうですね、トミー・ジョン手術、阪神では同じくスアレス選手も経験者でございますが、そこからですね、しっかりと、復帰して阪神でね活躍しているということなんで、もうどんどんやっていけばいいと思いますね。若ければね、若いほどやっぱトミー・ジョンするのはいいかなっていうふうには思います。人体の問題なので、やっぱ PRP 療法とかねやってごまかすよりはですね、しっかりと手術して、で若い期間であればですね、しっかりと、体力ですね、作る期間、ウェイト期間っていうところにそのリハビリ期間とね一緒に当てられるので、ロスは少ないですよね。なのでやっぱね、しっかりと若い時期にこうやってねトミー・ジョンしていくっていうことが、今もねどんどん主流になっていってるのかなというふうに思います。はい、こちら見ていきましょう。最近は元気そうだけど、島本さんはどっちかというとチーム的にも本人的にもあの人の方がさっさと帰ってこなきゃなんだけどということですね。そうですね、同じ時期にトミー・ジョン手術を受けた島本選手、育成選手でね今頑張っているんですけれども、今キャッチボールの段階というふうに聞いてます。ブルペンもねもうそろそろだろうというところでございます。でも遅くないですね。島本選手のペースがだいたい普通ぐらいかなと。佐伯選手がちょっと早すぎるんで、ここはねちょっと個人差がねあるところかなっていうふうには思うんですが、だいたい1年半をね目処に考えていただければなというふうに思いますので、来年のですね5月6月ぐらいにしっかりと復帰できたらというところではないでしょうか。じっくり待ちましょう。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。